なあ、マリサは、ガンダムっていうアニメに詳しいんやろ？お、キャサリンどうした？歩くガンダム百科事典、ガンダム1とも言われる私に何か聞きたいのかね。そんなこといつ言われたっけ？詳しいのってシャアさんのことだけじゃん。何を言っている？ガンダム系の基礎学習は完璧だぞ。ガンダム系の基礎学習って何なの？最近、友達が、ガンダムのプラモにハマっててな。いい趣味じゃねえか。でも、入手困難で困ってるらしいんやわ。ガンプラは未だに人気ありすぎるから、それは仕方がない。いろんなガンダム作品があるからさ、プラモもいっぱいあるわけじゃん。でもさ、どの人物がどの作品に出てるのかもわかんないし、ロボットもどの作品なのかわかんなくない？ロボットよなぁ。モビルスーツといえ、このバカタレが、同じじゃないの？それまでの悪をやっつけるスーパーヒーロー的なロボットの存在と、戦闘で用いられる兵器としての存在。全くの別物なのであって、ガンダムファンに向かって。あのなんかロボットがたくさん出てくるアニメって面白いの。とか抜かした日には、そいつとの縁はその日で切れたと言っても過言ではないぜ。ついでに言うならぶん殴られる可能性もあるから、絶対に言ってはいけない言葉ということを覚えとけ。そこまで、そこまでだ。ガンダムファンのアイデンティティの根幹に関わってくる非常にセンシティブな問題なんだぞ。センシティブね。ロボットって言ったら急に安っぽい感じになるから。それ、なんとなくわかる。有名イタリアンレストランで食べたパスタが、ラオウのパスタとどう違うのかよくわかんない。と思いながらも、そこはやはり有名店なので、ここのパスタは最高ね、とつい言ってしまうやつだ。全然違えだろ、めんどくさいなぁ。この中で、ガンダム系に詳しいのってマリサだけなん？私はよくわかんないね。ヨウムもそこまで詳しくないよ。おほほほほほほ。まあ、ニュータイプである私に勝負を挑むやつなどいるはずもないし、もしいたとしてもあえてよ。カスであると、なんかムカつくなぁ。かなり調子に乗ってない。お前らの挑戦を受けてやってもいいが、歯応えがなさすぎてつまんねえもんな。そんなのやってみないとわかんないじゃん。お前らに通常の3倍点数をやったとしても、負ける未来が全く思い浮かばんぜ。いいわよ、その勝負、受けてやろうじゃないの。じゃあ、いつものように決定戦や。望むところね、点数3倍って言ったこと思いっきり後悔させてやるわ。わははははは、肩払いたいわ、カスどもめ。おもろなってきたな。お茶の間の皆様、こんばんは。第1回、ガンダム女王決定戦。栄えある女王の座につくのは誰なのか。では、そのクイズに挑戦するメンバーを紹介いたします。メンバー1の圧倒的知識量。今宵、その知識をフル動員させ、栄冠を勝ち取れるか。霊夢さんです。私の頭脳をもってすれば、こんなロボットアニメの攻略など簡単です。てめえ、ロボットよな。続いて、女王決定戦では穴馬的存在。今宵も、ジャイアントキリングとなるか。ヨウムさんです。ちょっとは知ってるので意外といけるんではないかと思っています。ロボット関連の問題が出てきたら厳しいですが、まあ頑張ります。ロボットじゃねえって言ってるだろうが。本日の大本命、ガンダム女王の称号に最も近い存在、マリサさんです。歩くガンダム1とも言われる私がガンダム問題で間違えるわけがありません。今夜はちょっと自分を勘違いしてる小バイどもを退治しにやってまいりました。カンプなきまでに叩き潰したいと思います。小バイって何よ。言わせておきなさい。いつものように問題作成は上山田のおっさん。みんな頑張ってな。上山田、ガンダムにも詳しいとはやるじゃねえか。それでは第1問。機動戦士ガンダム、先方のハサウェイの主人公である。ハサウェイのお父さんは誰でしょうか？答えをフリップに書いてお答えください。まずは肩鳴らし程度の超サービス問題ですね。なんかこれ、シャア専用特集の時に言ってたような。そういえばそんなこと言ってたけど、なんだっけ？映画になるって話をしたじゃねえか。そうだっけ？よろしいですか？ではフリップを出しください。正解は、ブライトノアと書いたマリサさん正解です。ブライトノアってあのアムロさんをぶった人。ぶった人だね。これは一般常識問題ですから間違えるのはちょっと恥ずかしいですね。アムロさんの隠し子という線は、シャアさんの忘れがたみという線は、残念ながらありませんね。ち、君たち、ちょっと見苦しいですよ。正解もマリサさんに1ポイント入ります。もう全く負ける気がしませんね。おおほほほほほほ。上山田のおっさんが言ってたんですが、クイズとして全く成立しなさそうなら趣旨を変えて問題を出した方がいいと言われてるんですが、よろしいですか？ガンダム以外の問題なら受け付けねえぞ。ガンダム以外ならいいわよ。ヨウムも内容を変えてくれていいよ。どんな内容なのかは知らないけど。バカなことを言うな。この女王決定戦をやる意味がなくなるじゃねえか。安心してください。出るのはガンダムに関する問題です。多分ってなんだよ。まあガンダム系なのは間違いないです。それならばいいぞ。器の小ささが透けて見えるわよ。確かに。黙れ小バイども。では皆さん用意されたので、新たなガンダムのお題はこちらになります。第1回ガンダムバッタモン女王決定戦。はい。いろんなガンダムのバッタモンに関する問題が出てきますので、頑張って当ててください。バッタモンってなんだよ。ガンダム関係ねえじゃねえか。私はそれでいいわよ。まだなんか当たりそうだもんね。俺は認めんぜ。ちょっと上山田連れてこい。マリサ、さっき合意したやんか。してたね。しましたね。ぐぬぬぬぬぬぬ。ガンダム系なのは変わらんし、当てればいいだけやん。よし、いいだろう。その挑戦、受けてやるぜ。どんな問題が出るんだろう。続いて第2問。
これは、お隣の国のバッタモノですが、ズバリ、タイトルは何でしょうか。知らねえよ。答えをフリップに書いてお答えください。韓国語とかわかるわけねえじゃん。この主人公ってアムロなのかな。多分そうなんじゃない。犬ロボットとかピラミッド仮面みたいなやつが何らかのヒントかもね。じゃあ、こんな感じかな。後ろの犬もモビルスーツなのか。では、フリップを出しください。正解は、ガンダムと宇宙ドロボーです。宇宙ドロボーってなんだよ。Google 翻訳ではそうなっていますので、それに近い答えも正解といたします。誰も近くないのだが。これって、ガンダムがドロボーするってお話なのかな。ガンダムがドロボーを退治するって話なんじゃないの。ちなみに、このガンダムと宇宙ドロボーが入った方が売りに出されています。この話も入ったおとぎ話。全11巻で226ドル。日本円で約3万2000円です。バッタモンなのに高すぎるぞ。いろんなおとぎ話のセット売りだからじゃないの。これ買ってもさ、全編韓国語じゃ読めないでしょ。3万円払っても読みたい人っていないんじゃないの。ちょっと気になってる。ここにいたよ。いたね。全員不正解で点数変わらず。では、第3問。この作品のタイトルをお答えください。これはシャアなのか。でも服が赤くないよ。イメチェンなんじゃないの。横にセイラっぽいやつがいるからやっぱりシャアなんだろうな。じゃあタイトルはこうだろ。あ、わかった。こんなタイトルかな。よろしいですか。では一斉にオープン。これで間違いないぜ。これはヨウムも自信あるよ。正解は宇宙プロ騎士です。シャアは関係ねえじゃねえか。黒い彗星はちょっと近いんじゃない。黒しか当たってないじゃん。そういうお前の機動戦士シャアも相当だぞ。なんで機動戦士シャアって、シャア型のモビルスーツってことになるじゃねえか。シャアさん型のロボットに乗り込むシャアさんとか、なんかシュールね、ロボットっていうな。宇宙プロ騎士は、1979年の韓国アニメ作品で、キャラクターや、その内容に至るまで類似していて、ありとあらゆる面で、衝撃的な作品となっています。どう考えても完全なパクリじゃねえか。シャアさんなんか、ちょっとデザインが違うだけだもんね。確かにほぼ同じだ。ああ、それがちょっと違うんですよ。何がどう違うんだよ。実は、このシャアにそっくりな黒騎士。ヘルメットを取ると、アムロにそっくりな人物なんですよ。おい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 、なんだよその設定は。オリジナルを好き放題に使い回してるわね。ひどすぎる。このキシリアそっくりな人物も、素顔はセイラそっくりだったりするんですね。キャラ設定はオリジナルに寄せる気が全くないんだな。では、なんでこんなことになったのか。下請けでガンダムを描いていた韓国の会社が設定を盗用したために起こったことであり、当時はそのようなことがよく行われていたとされるウィキペディア。まあありがちな話ね。ちょっと自由すぎない。キャラとか丸パクリやってんのにバレないとでも思っていたのか。ちなみにこの作品は YouTube で見ることができます。あるのかよ。ちょっと後で見てみよう。見たいんだ。意外とこういうのが好きなんじゃないの。嫌いじゃないですね。これも全員不正解で点数は変わりません。これわかる問題とか出るのかな。続いて第4問。これは有名なバッタモン下敷きですが、名前がビッグロボットとなっています。あ、本当だ。とりあえずガンダムに類似した何かってことね。では、このビッグロボットの正式名称は何でしょうか。次の中から一つ選んでください。きた、三択問題。三択の女王としてここは外せませんね。とりあえず当てたいな。よろしいですか。よろしくてよ。ではフリップを出しください。レイムさん、ヨウムさんが同じ答え。やはり素人は分かってませんね。機動戦士と書けないので、あえて機動戦機としたのが見え見えじゃないですか。それはちょっと編みすぎない。引っ掛け問題っていうパターンも考えられるもんね。まあ、初心者にありがちな短絡的思考ですね。てか、なんか一人だけ当てちゃってごめんなさい。ムカつくなぁ。あんた、それで外したら相当恥ずかしいわよ。うるさい小バイどもめ。さあキャサリン、正解をカモン。正解は2番の機動重兵器ビッグロボットです。おいおい、答えは機動戦機なはずだぞ。さっき素人がどうとか言ってる人いなかった。いたいた、短絡的思考がどうとかって言ってた。ぬぬぬぬぬぬ。ちなみにこれのブリキの看板がヤフオクで出品されてたんですが、1980円で落札されていました。偽物なのに買う人がいるんだ。金額はちょっと微妙くない。昭和レトロものなら安いぐらいだろ。ゲームフォルツァモータースポーツでデザインもビッグロボット仕様にしている方もいましたよ。これ意外とファンがいるんじゃないの。ガンダムデザインじゃなくあえてこっちにしたんだろうね。そこは普通にガンダムでいいじゃねえか。ということでレイムさんヨウムさんには各3点ずつ入ります。なんだと。この問題に正解したら3点とか聞いてないぞ。オープニングトークの時に3倍の点数くれてやってもいいとおっしゃってましたよ。確かに言ってた。あれはガンダム問題に関しての話だろうが、バッタモン関連なら向こうだろ。あら、バッタモンといえどガンダム関連問題なのに、自信がないんですかね。私たちにビビってるんじゃないですか。ふざけやがってこの野郎。ごめんなさい。すれば、通常の点数に変えてやってもいいわよ。喫水のガンダム当たるもの、敵の情けは受けん。余計なこと言わなきゃよかったのに。それでは一旦 CM です。さあ、盛り上がってまいりました。B 級女王決定戦、勝負の行方は
まだまだわかりません。さあ、ここから引き離すわよ。それは絶対させないわ。さえずるな、小バイどもめ。続いて第5問。こちらは、伝説のガンダムバッタモンの一つ、太陽帝戦隊マルガンシリーズです。なんかすげえ安っぽいな。左から、超高戦士ガン、戦略戦士爆、電磁戦士マグ、というラインナップになっています。では、このシリーズの主役である、この最強戦士の名前は何でしょうか？答えをフリップに書いてお答えください。ガンダムは腕がドリルとかじゃねえぞ。パチモンってそういうもんじゃないの？だよね。てか、ガルダンってロゴを隠してないってことは、この最強戦士の名前はガルダンじゃないんだね。やべえ、ガルダンかと思ってた。他が2文字だから、これも2文字かな。じゃあこんなのかな。ではフリップをお出しください。正解は、ドンと書いたヨウムさん。正解。やったー。ドンってなんだよ、ボスの方がそれらしいだろ。ちょっと、ガルダンだからガルでいいんじゃないの。おほほほほほほ。正解なのにみっともないですねー。てめえ、いい気になるなよ。ガンプラが大人気だった1980年代に、アリー社から発売された SF ロボットプラモデルシリーズ。それが、太陽系戦隊マルガンシリーズだったんですね。当時、ガンプラが売り切れ続出で、子供は、お父さんに泣きついたわけです。ところが、お父さんは、ガンダムに詳しくなく、模型店で上がってる G のロゴのプラモを見て、お、あるじゃん。と、このガルダンシリーズを手に取って、お子様に、違うこれじゃない。と、説教されたとかされてないとか。もう G のロゴが確信犯だもんね。臨場商法確定じゃないの。お父さんからこれをガンプラだ、と言って、渡された子供はさすがに発狂するだろうな。実はこれ、1975年頃に、同社のプラモで、合体ロゴシリーズというのがあったんですね。さっきのガルダンと同じじゃねえか。ガンプラ人気にあやかって、自社のプラモの名前とデザインをガンダム風に変更。金型も変えなくていいから、経費も削減。天才ね。極限まで無駄を省き、パッケージを変えるだけで売り上げを上げるとか、ここの社長は天才だわ。なんでそんなに称賛してるの？なんかドケチの心に響くもんがあったんだろうぜ。では、第6問。こちらも、有名なガンダムのバッタモン、ガンマルです。なんか歌舞伎役者みたいな顔してるな。ガンダムの世界では、有人操縦式の人型機動兵器のことを、モビルスーツと言います。おっしゃる通りです。ロボットの方がわかりやすいけどな。では、このガンマルの設定では、この機動兵器のことを何と言うでしょうか？この中から一つ選んでください。もうさ、総称でロボットって呼んじゃダメなの？それは猫や犬の名称を無視して動物って言ってるようなものだぞ。それとこれとは話が違うくない？うるせえ、めっちゃ考えてるんだから邪魔をするな。腹立つなぁ。あれとあれのどっちかだと思うんだけどな。よろしいですか？よろしってよ。ではフリップをお出しください。正解は2番のモビルフォースです。よっしゃー。多目的戦闘用って何？あまり意味はないんじゃないの？ガンガルではモビルフォースの名前とカラーリングを本家に寄せています。あ、属量産型っていうのは属量産型のことなんだ。じゃあ、ゲルグっていうのは何だろう？赤色なので、シャア専用ゲルグ部のことではないかと。ガンガル、ゲルグ、属、ネーミングセンスが抜群ね。ほぼパクリじゃん。てか、ヨウムはあのモビルマシン G っていうのに騙されたよ。最後に G をつけて、それっぽい感じを演出したのかと思ってた。全くの別物で、モビルマシン G というのがあるんです。なんだこれ？ちょっと画力が残念というか。え、かなり画力は高いと思うけど。高くはねえだろ。こちらの兵器名は G ・ウォーリアーで、パイロットはコノロらしいです。日本人なんだね。こちらはザモスとシャルル大使。シャルル大使はシャア大佐を意識したのか。なかなかやるじゃないの。モビルマシン G も一部では人気がありますが、やはりこちらのモビルフォースガンマルは一味違います。メーカーはエアガンの国内最大手、東京丸井さんです。マジか。そして、有志によるこんな予告 PV まであるんですね。これはそれっぽく描いたイラストでしょ。いえいえ。本当にとんでもないクオリティで動画を作ってるんです。ダルマザビってなんだよ。ダルマザビじゃねえのかよ。ガンダムのパロディ作品となってますので、好きな方は楽しめると思いますよ。この動画は YouTube で公開されてるので、リンクは概要欄に貼っておきますね。やべえ、これはぜひ見なければ。なんか最初に見たガンガルの絵とだいぶ違うような気がするんだけど。大元はちょっとロボット感が強めね。洗練された感じが全くないもんね。 PV のが最新式ってことなんだろ。ゼータガンガルというのも出てきますよ。ガンガル最高かよ。ということで、正解のマリサさんに1点入ります。おいおい、ここは3点だろ。あんたに3点やったらハンデにならないでしょ。全くもってその通りですね。まあいいぜ。キャサリン、入門題かもん。では、第7問。これは、あるリゾート地に降り立ったガンダムっぽい何かです。確かに見た目はガンダムのようだが、こんなに細長じゃないもんな。このガンダムっぽい何かがあったリゾート地の場所をお答えください。中国かと思ってた。なんでこんなに細いんだろうね。材料費を安く抑えたらこうなったとか、ダイエットをやりすぎたガンダムって感じもするな。ではフリップを出しください。正解は、当たれ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 。4番と書いたマリサさん、正解です。おっしゃー、風が吹いてきたぜ。確率で言えば4分の1なんだし、たまたま正解が続いただけじゃん。そうよね。
別に風なんか吹いてないでしょ。あ、いざますね。その歪み根性丸出しな批判が非常に心地いいです。おほほほほ、私たちは当てれば3点なので、マリサさんがどれだけ当てようと全く気になりませんわよ。うふふ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 、レイムさんのおっしゃる通りですわ。お前らマジでムカつくな。このガンダムはフィリピンにあるデズアイランドリゾートのロボットプールに出現、19メートルという巨大さとこのスリムすぎる容姿が話題となったんですね。今はロボットプールがなくなったので、こちらのガンダムっぽい何かも残念ながら撤去されました。いろいろと問題がありそうだもんね。ですが意外にも人気が出てきて、こんな T シャツとかも売られていまして、どうもプラモとかも売られていたみたいです。いや、さすがにそれはないんじゃない。注目の動画サイトでこのプラモ制作の様子を撮影してるやつがありました。あるんだ。 RX87 じゃなくて RZ87 っていうのもひどいが、ガンダムじゃなくてガンダムっていうのもヤバいな。証拠たくましいじゃないの。バッタモンの世界って自由すぎない。ということで正解のマリサさんに1点入ります。亀のようにマイペースで確実に勝ちを拾っていくぜ。略して小林地区作戦だ。略してないじゃん。ちょっと当たっただけで浮かれてんじゃないわよ。なんとでも言え。2010年頃中国四川省の遊園地ではこんな金色のガンダムが出現。これが日本で話題になりまして、その後そのガンダムは撤去されたんですが、再度復活。無許可で作ったんだろうね。そうだろうね。この金色は百式を移植したのかもな。百式って何？そして復活したロボットがこちら。おいおいおい、やっつけ仕事感が半端ねえな。最初からこうすれば撤去とかしなくてよかったのに。まああんまりかっこよくないけど、さすがにこれでお客は呼べないわね。なぜ金色にこだわるんだろう。ゴージャスな感じを出したいんじゃないの。いい感じで調子が上がってきましたね。このまま最後まで全問正解で駆け抜けようと思います。さあキャサリン、そろそろ2点問題とか出るんじゃねえか。大変申し訳ないのですが、時間の都合で次を最終問題とさせていただきます。ふざけんなよ、このままじゃ負け確定じゃねえか。ヨウムは次の問題も1点でいいよ。5点くらいにしてくれたら逆転できるんだけどな。やはりお茶の間の皆様は最後までどうなるかわからない展開を望んでると思うんですよね。毎回思うけど、ラスト問題ってさ、それまで頑張ったことを無意味にしてくれるよね。100点とか200点とかルーレットとかだもんね。この超不利な状況でも勝てるのなら、私はその理不尽を受け入れますよ。むしろ理不尽最高と叫びたいですね。前回はデス山田カードでのバトルでしたが、今回の最終問題は阿弥陀くじです。もうクイズは関係なくない。確かに最初から阿弥陀で決めた方がいいかもね。いえいえ、 B 級女王なら知力、顔面力、幸運力の3つが揃ってないとダメでしょう。顔面力って希望ってこと。よし、いいぜ、カモン阿弥陀くじやってやろうじゃないの。阿弥陀くじは正解者だけ引く権利がありますので、みんな頑張って当ててくださいね。よし、このまま優勝するぞ。絶対に阻止してやる。5倍ども一網打尽にしてやるぜ。では運命のラスト問題です。こちらはシャアのバッタモンで、ナジコンのタイサーマスクです。なんかいろいろとひどいな。タイサーマスク仕上がってるね。実はこのラジコンにはあるギミックが仕込まれています。それはどんなギミックでしょうか。答えをフリップに書いてお答えください。ギミックっていうと走るとか笑うとかかな。もしかしたら飛んだりするのかな。ほふく前進とかするのかもしれんぜ。それかポージングかもな。あ、わかった、やっぱりこれかな。よろしいですか。よろしくよ。ではフリップを出しください。答えまで揃いました。霊夢さんとマリサさんが同じ答え。え、よかったな霊夢、リップボーナス確定だぞ。あれ、もしかしてヨウムの一人勝ち。ヨウムさんが正解の場合でも阿弥陀くじは引いてもらいますが、マイナス点数を引かない限り優勝となります。マイナス点とかあるんだ。マリサさん、レイムさんが正解の場合も同様ですね。よし、絶対にくじを引くぜ。正解はカモン阿弥陀。当たれ当たれ、頼むわよ。踊ると書いたレイムさん、マリサさん正解です。よっしゃ。歌うんじゃないの。謎の音楽がいきなり流れ、それに合わせてモンキーダンス風の動きをします。その様子を映した動画がありますので、それも概要欄にリンクを貼っておきます。最近笑えてないなって方はぜひご覧ください。もうガンダム系って完全なネタ扱いだね。まあある種の有名でみたいなもんだな。さあ逆転するわよ。どちらから引かれますか。こういうのは残り物に服があるのだよ。なので霊夢さん、お先にどうぞ。じゃあ先行で。では霊夢さんからどのアルファベットを選びますか。じゃあ D でお願いします。マリサさんはどれを選びますか。阿弥陀素人は真ん中あたりに当たりがあるという風に錯覚してしまいがちです。プロはまず両端の横棒の形状と着目。阿弥陀素人って何。では A でお願いします。総合得点が6点以下ならヨウムさんが優勝、5点を取ればその方が優勝となります。5点以外は負け確定とか、これちょっとひどくない。2人とも外してくれていいよ。ガンダム系の女王は最初から私だと決まっているのだよ。見える、私には答えが見えるぞ。うっさいわね。では運命の阿弥陀くじオープン。 D を選んで5点を獲得したレイムさん、優勝です。やったー。おいおいおい、マイナス4点ってなんだよ。阿弥陀のプロって言ってなかった。言ってましたね。てか答えが見えるとも言ってましたね。うるせえ、なんで百式もわかんねえようなお前がガンダム女王なんだよ。バッタモンの女王だけどね。生まれ持った女王の資質とでも言いましょうか。では
優勝の霊夢さん、勝因は何だったと思いますか？そうですね、最後まで諦めない心とでも言いましょうか。クイズ途中でガンダムに優しく抱きしめられた感じがしましたね。あんなもんに抱きしめられたら死ぬぞ。霊夢ちゃん、阿弥陀くじ以外は大して頑張ってないよね。まあ、負け組のくせに女王に意見するとはちょっと笑えますね。おおほほ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 。ムカつくなぁ。ガンダムを語れないガンダムバッタモン女王とは一体。第1回ガンダム女王決定戦大逆転で初代ガンダムバッタモン女王の称号を勝ち取ったのは霊夢さんでした。優勝者の霊夢さんに盛大な拍手。ではお茶の間の皆様、ごきげんよう。さようなら。さようなら。